ハローニャンニャン、アリニャンです。今日はチタンのまな板をゲットしました。今までキャンプの時ってね、プラスチックがいいんじゃないかとか木がいいんじゃないかとかいろいろなんか悩んでて、ずっとで行き着いたのがチタンなんだよね。これもチタンだし、チタンに凝ってるんだけど、やっぱり匂いがつかないっていうのが一番気になるところで、はい、おお、はーん、うおー、かっこいい、お魚屋さんみたい。これが一般的なまな板のサイズ。ちょっとじゃあ匂いそうなもの置いてみたりしようかな。これはタラのアラです。うん、いつも通りのあの香り結構ね、独特な香りだよね。これは普通のまな板だとついちゃうと思うんだよね。それじゃあ切ってきます。ちりちゃん初魚だよ多分行きましょう。あ、この独特な金属の音する、やっぱり。おお、傷はね、あ、若干あるかもしれないけど、よく見ればって感じ。意外とつくかも。うん、あ、こういう音するんだね。なんかセラミックの包丁やめといた方がいいみたいだけど、でもこれ一生モノなんだよ。なんと7000円もするからね。あー、すごい匂う。洗ってみよう。どっちだったっけ、切ったの。こっちか。じゃあ匂いがつかないというチタンの香りを嗅いでみます。あー、ザ魚みたいなのなくなったかも。でも、うん、あ、注射しちゃったでもやっぱり、うん、新品の匂いではなくなったかな、ぐらいです。結構重くて、これ何グラムあるか測ってみる。それじゃあ純チタンまな板が重さいくつなのか乗せてみます。なるほどね。でん、あ、絵がいい、いいね、お肉との相性めっちゃいいね。あと抗菌だからチタンって、そこはすごく安心だなって思う。うん、なんかお店感出るね。油引いて、よし、この鉄板使ってさ、このシングルバーナーやるときさ、全然喋れなくなる。ごめんね、めっちゃ集中してる危ないからさ。ランプ、あ、美味しそうな音。おお、あ、美味しそう。ブラックペッパーいくね。え、もうひっくり返していいかな。ちょっと見てみるね。せーの、あ、やばい、重くて持てない。せーの、うわー、焼き上がったので、これをプレートに置いて、この上でいただきたいと思います。チタンまな板がチタンプレートになるんだ。ドンと、あー、美味しそうじゃない。じゃあディディちゃんで。うわー、柔らかい。
ちょっと待って、これピント合うかな。おいしそう。これはレアってやつ。初めてのランプ肉とこのチタンのまな板に乾杯。いただきます。めちゃうま。すごいな。チタンプレートキャンプ用に買ったんだけど、これはちょっと持っていくと、もうこれがメインのキャンプになると思う。なんかこれに乗せて美味しいもの食べるとか、物自体はめっちゃいい、一生ものの本当にいいチタンのものをゲットしたなっていう感じです。あとこうやってね、プレートとしても使えるから、本当にもう切るだけじゃなくて、この見た目の映えとしても使えるチタン製品、新しい。昔からあるのかな。アリサは今出会ったばっかりだけど、これからたくさん使っていきたいなって思いました。なんでこれからね、このチャンネルにたくさん出てくると思うけど、みんなよろしくお願いします。それじゃあまた明日どこかのチャンネルでお会いしましょう。ほいじゃ。